マックス。にもほどいてないし。
そうそうそう。あ、日本、外国じゃないですか。あ、これ日本ですね。だけど今海外ですごい、もうなんか前もね、この桜の時期に連れてったらベトナムの人がすごい寄ってきて、もう向こう大人気なんですね。ベトナムでも何十万円で売り出して、卵ください、卵ください。これ鶏の一種なの。卵なのか。うち向いて。何百万も動くらしいですよ。フィリピンの何百万だから日本の、ね、競馬と変わんないぐらいなんじゃないですか。あ、仕事後ろ向いて、日本のこっち向いて、強いですって。サモア日本のあれ、こっち向いて、あんまり見ないからね。見ないですね、あんまりね。でもやった方がやってるみたいです。オリーブ用の鶏肉とシャモを合わせるとちょうど美味しいので、シャモだけだと筋肉質が高くて美味しくないんですけど、ただ味は全然向かない。ブロイダーとミックスすると、マグロとシャモとシャモとか、もう最高といえばないかもしれないですね。ないよね。初めて見た。メスね。メスってやつ、やっぱり性格やさしい。いや、メス結構きついんですよ。もう、すごい喧嘩するんですよ。ずっと尻尾なんですよ。すごいね。
けで、なんか悲しいね。悲しくない？なんかボリューム全然ないよな。いや、山口さんの頭の毛みたいだし、お前に、あ、すごい風で今通る丸見えだし、すげえし、丸見えだし、世界丸見えだし。もうこっから1本しかないんだよ。取って取って取って、ほらここ1本しかないんだよ。いい、悲しい。でもね、まあ管理不足じゃないから、あ、いや管理不足の方がいいのかな。よし帰るぞ。